こんにちは。ただ呼びのやむチャこと、高瀬です。よろしくお願いします。何無茶なこと言ってんだね、やむチャです。さあ、今日もね、この間を取ってる間にね、視聴者が半分ぐらい減りました。残った人間でね、えー、富山大学の問題をね、やっていきたいと思います。えー、絶対値がついている定積分のね、最大値対象値を考えようっていうタイプの問題です。 シンプルに絶対値ついてる定積分は0から数学の方できちんとやってありますからそちらの方もね、ぜひ参考にしてもらったらと思いますが今回は、えー、ちょっとそこに倍分けが絡んでいる問題です。はい。えー、本当はね、カッコ1番の現代があったんですけどそれちょっと切っちゃいました、ね。誘導なしでこれは解けるようにしてほしいなという意味です。はい。関数 fx がこういう形で書けているで。その関数の最小値を求めましょうということです。さあ。 絶対値付きの定積分の場合は、中身がプラスなのか、中身がマイナスなのかで、きちんと場合分けをして、外して考えていくんでしたよね。外してから計算です。なので外していきたいんだけども、これ、ちょっと見た感じどうやって外したらいいんだかよくわからないですよね。はい。数算では、 差の形というのは、左と右。ね。これの上下関係で見るというのが一応定石になりますから、左側と右側の対決をしたいと思います。y イコール左側、y イコール右側の対決ね。で、ここでちょっとね、絶対押さえてほしいのが、今回ってね、積分の時点では t の積分だから、t が主役なの。t が、 0から2分の π の範囲にいるときに、これとこれどっちが上かな下かなっていうことを聞いてるわけよ。はい。じゃあ、x cos 引く s i n t ってものの対決どういうふうになるかなってことで、グラフ書いてみようかなと思うんだけど、はい。y イコール s i n t は0から2分の π では、こんな感じですよね。 で、じゃあ、x コサイン t だったらどうだって思うと、これ0入れたら x なんでね。x ってところから始まって、2分の π の時には0になるわけだから、0のところまでピューッと落ちていくことになるんじゃないかな。あわかったここに解があるから、ここのところで頑張って考えていこうって考え始めると、ちょっと三角です。 なぜかって <laughs> x プラスって書いてないよね。そうなのよ。x がプラスならばもちろんそういう絵になることはあってんだけど、x がマイナスになる可能性もあるわけだから、今回こういう風うに x がプラスになってるパターン。および、x がマイナスになっていて、x コサイン t がこういう形になるパターン。 この二つを考慮に入れて、倍分けをしていかなきゃいけないわけですね。はい。これがやり方一番です。ね。まあ、この場合は、X が0の場合もね、出てきてしまうんでね。えー、0の場合は、こういう直線になってくるから、まあ、青い方に統合つけちゃえばいいかなと思いますけどね。はい。ただ、今のこれって、二つとも直線だからさ、やっぱ曲がったもの同士っていうのは、ちょっと紛れが起きて、分かりにくいんだよね。 そこで今回、0から2分の π の範囲だけになっていることに注目をしてみます。はい。0から2分の π だけになっていることに注目する。何にっていうと、実はこの区間においては、サインもコサインもどちらもプラスになってるんだよね。どちらもプラス。で、なんで曲線曲線になってしまったかそれは、定数倍の曲線と曲線だからなんだよね。はい。 例えば、今回、コサインがプラスってことが分かってるわけだから、もし、このコサイン t というものでくくってみたらどうなのか。はい。コサイン n e t ってものでくくってみたら、x マイナス、コサイン t 分のサイン t になるでしょう。で、ね、このコサイン分のサイン t ってさ、 みんな知ってる、みんな知ってる大好きな、いや大好きかは知らんけど、タンデントなんだよね。はい。もしこう見たら、タンデント t っていうグラフ、はい。タンデント t っていうグラフはこうやってビョーンって上がっていくやつだったよね。これと y イコール x で考えればいいわけよ。はい。今は主役は t、横軸 t だからね。横軸 t だったら y イコール x は、 これでしょ。斜めじゃないよ。横軸 t だったら y イコレクサ、こういう風なものが動いてるだけだからね。ってことで、下側にいたら上下関係常に決まってる。上に行ったら一回交わる。ね。だからこういう見方もできるので、まあ、どっちで攻めるかですよね。はい。まあ、もちろんね、こっちじゃなきゃダメとかないですけど、比較的曲線同士よりは片っぽ直線に分けた方がやりやすいんじゃないかな。ということで、 一応ここでのまとめとしては、絶対値の中身の都合を見て、絶対式号を外して考えていくんだけども、その時にきちんと直線と曲線になるように分けていくこと。ね、定数分離をするときは、 片っぽ直線になるように分けていくということ。ね。これをちょっと意識しながらやりたいですね。はい。今回はね、コサイン t を値の外に出して、直線と曲線で攻めます。さっき言った通りです。はい、あとは一つ、先に不定積分を求めておくといいよってことも紹介しましたよね。はい。それも実行することを忘れなくね。はい。では、やっていきましょうか。はい。お疲れ様でした。 ね、今回の動画も勉強になりましたね。はい。今、動画をこうボケーと見ていた人も、手を動かしながらやっていた人もですね、ぜひ聞いてほしいんですけども、数学はね、自分の手を動かした量だけ成績上がっていくものなんですよ。ですから、どれだけ自分が頑張って、いろいろ悩んだかどうか、もう本当にこれが大事なんですよ。ね、ですから、あの、今見て、おわ分かったぜってことも、実際に問題を解いてみたら、 もしかしたら解けなくなってるかもしれない。類題演習ししてみたら解けなないいかもしれないそれじゃあ力がついたことにはなりませんからね。ですから、えー、もう一回ね新しい鍵かなんか持ってきて是非解けるようにしてください。そして解けるようになった次にはですねお友達に説明できるかどうかこの説明できるようになっている知識というのは他の問題でも使える知識になってますからそこまでできたら力が ついててるよってことなんです一、ね、個ずつそれをやっていくっていうのはなかなか難しいことだと思います。でも、急がば回れっていう言葉がありますよね。はい。一個ずつ確率に身につけていくことが合格に近づく。結局は近道になります。ね。ただやみの動画を使ってね、数学の力が少しでもついたなって言ってくれると、我々も本当にやってよかった、嬉しいなっていうところになって、みんなも合格できて嬉しいなになりますから。 諦めずにコツコツと頑張ってやっていきましょうね。それじゃあまた次の動画でもお待ちしてますからね。はい。じゃあとりあえず今回の復習をしっかりやってみてくださいね。それじゃあ終わります。お疲れ様でした。